こんにちは。ちょっと上手くなる。ちょっとだけですよ。ね。全然上手くならないかもわかりません。オカリナ童謡唱歌講座ということで、今日は、今5月なんですが、ね、冬景色です。ということですが、もうこれはほんまにワンポイントなんで、もうこの曲どこって言えばやっぱり最初ですよね。いろんな講座やらなんかでもうイヤホンで言ってますが、最初の音程ね、今ファーシャープで、ソシレレドシトチョチョですよね。でやりました。でまさしくその最初の音がね、そう、しれってド長調のドミソの和音で始まってるわけですよね。で、レの、その音っていうのは割と安定して出ると思うんだけど、レの音っていうのはやっぱちょっと高めでしょ。ね。だからね、もう大概低いんです。僕もそうです。だから自分が録音したりするの後で聞いたら、レの音が低いのがすごい気になるんですね。だからこの最初の出だしですよね。あかんのが、あかんって面白いね。僕、京都の人なんで、京都弁なんかな。いけないのが。ね。いけない感じで最初の一段ぐらい見てみますね。かなり悪い、わざとらしいいけなさでした。ね。要は、そうしれの、れの音が低くなると、その例の音が低いまま次の音を吹いていっちゃうから、そこから先なんかどんどん低くなっていくみたいになっちゃうのね。だから、A4 っていうのは京都かな。E4 で行くと、いつも言う天井が高い感じで、こう空へこう音が抜けていくような感じね。あかん方、A4 の順番でいきますね。どうですかね、わかりましたかね。なんか、まあ、ものすごい映画な言い方をすると、こう、明るい感じするでしょ。ソシレー、ね。それがソシレー、こう、ね。やっぱりこう、ね、音程っていうのはすごいね、その、うまい下手っていうよりもね、こう、その、吹いてはる曲のね、もう雰囲気が変わっちゃうわけね。なんだか、うまいこと言えへんけど、雰囲気というか、まあ雰囲気やね。それからもう一箇所ね、まあそう、サビの部分かな。一番の歌詞で言うたら、ただ水鳥のっていうとこね。ラーレーって、今度ラソファミレーって弾くよ、5つ音下がりますよね。ここね、これが下がりきれないと、合ってるように聞こえちゃうんだけどね。本当は、で、そのラーレの次、ソラシドレって上がっていきますよね。ド長調の音階そのもんだよね。ソラシドレ。で、ここをまたさっき最初に言ったレの音出てくるわけですよ。だからそれが上がりきらへんと、
ちょっとやりすぎですがね。空ただ水鳥の子って盛り上がっていくとかやから、当然盛り上がっていって音程が上がってたらもう間違いなく書いてなかってもクレッシェントですね。ミーも気ぃつけなあかんですね、当然ね。オカリナの特徴として低いから。ね。じゃあこの曲はほんまにね、あの素知れの和音というかね、あの 音階というかね、あのそれに気をつけることが一番です。ね。はい。では最後に一回吹いておきますね。